まればロシア、そして関西、舞台は東京、ピロシキーズです。あなたのハートをズッコンバッコンアバウトガールズです。おこれズッコンバッコンはどういう意味なんですか、うん、あ、こうかズッコンバッコン、これはなんかこうシコシコみたいな、いや全然そうなんだ、うんうん、こっちのこのピロシキーズですって、あ、これはね、あのここに金玉があるものとして、ピロピロしてんだ本当に、そうやってるのこれは一応そうだったの、そうよこういう意味なかった、え、全然ハートドキドキみたいなね、あ、嘘、私こっちのイメージした、うん、これ撮ってて、うん、なんかすごいこう恋愛トークがね弾んじゃって、このカメラ回ってないところ、ね、2、3時間ぐらいプラス恋愛相談、恋愛相談してもらってたんだけど、すごい似てるよね恋愛感、びっくりなのよ、ね、もう私の話をまんま聞いてるようで、で、すっごい似てる、ここ本当に、本当、あ、聞いた顔でずっと聞いてる、もうねもう大変だよね、それね本当こことここがね、すっごい、うん、すごいね、似てるんだ、入れ替わってもバレないかもでもさ、うん、え、セッってします、しますよ、よくします、ええよくします、いや、よくしてないですね最近はね、え、よくします、私、1年ぐらいしてない、自分はまだ、うん、大丈夫、大丈夫なの、要は半年ぐらい、ああでもそれでも半年空いちゃった、あらもはや追っ始め方が分からなくなってきてる最近、おなんかさ、俺的にはまあ部屋に来ましたと、で2人いますと、うん、でまあ何だろう、まあ、最初テレビとかつけたりするのかな、うんうんうん、でなんか YouTube 見るなり、なんか Netflix でなんかつけるなり、うん、あちょっと俺紅茶飲むわみたいな、うんなんか急に紅茶飲みだったね、紅茶でもいいし、でもなんか飲み物なんか飲むんじゃない、うん、また醤油のポップコーンいるとかブラス大丈夫か余計なことばっかりしちゃって、ね、でそれで美味しいねとかって言いながら、でなんかそのポップコーンを持ってこうパッとかやったりして、何笑ってんだよ恥ずかしくなってんじゃねえよ合うじゃねえよで向こうもやって「うえ下手くそ」とかって言って、あ、いいじゃん、うん、でそのポップコーンちょっといくで、ほらこうやるんだよパッてやったら、それうまくいかないから、うん、何回かやって、うん、で入って「うわすごい!」ってなって、うん、でもう一回もう一回もう一回って言って「よっしゃ!」お前は何言ってんねん、お前は分かった分かった、セックスするタイミング分かった、そのポップコーン遊びの時にポップコーン投げるふりして自分のチンコを相手が口開けて待ってる瞬間にブラスのチンコをガッて入れて、まあ、今のはちょっと冗談として、うん、まあ、自分なりのこう始め方みたいな、なんか最初はベッドでこうツンツンとか触ったりとかして、うん、なんか古いんだもん、なんか違うの、だから教えてほしい、どうやって最新のセックスはどうやって追っ始めるのか教えてほしい、ていうかさ、考えたこともないよね、うん、始まるそのタイミングとかって、うん、好きで一緒に寝てたらもう自然にならない、まあまあそういう時もあるよね、なんかでも好きかどうか分かんないってとこもいるじゃない、お互い好きって確信してなかったら絶対にそういう同じお布団で寝るとかとかないから、ピュアだからね、うん、うんうん、そうなの、本当に好きな人としかできないから、もう1年、要は自分が好きで相手も自分も好き、あ、もう両思いってなって、そう初めて、でもそんな奇跡的なことって世の中にある、だからさ2年いないのよ、あ、そっか言わせないでよ、言わせないでよ寂しい、どうやって確認するの相手が自分を好きかどうかって、だってそんなの分かるじゃんねえごめんね、返しちゃった、ごめんね、クソババが本当にでもなんかすごい先輩っぽく一番たくさんこの中でやってらっしゃるから、私好きでもな、相手とも全然やるからさ、うんうん、一番こなれてるだろうね、うんうんうん、どうやって、だからネットフェリックスとかもうそれはスタートの合図よ、うん、あ、そうなの、そこでポップコーンなんて遊んじゃうからダメなのよ、うん、そっか、じゃあどうしたの、だからもう見てるじゃん、見てるふりよ、うん、ネットフェリックス見てるふりして、
うん、うんって言って、またの間に入るじゃん。ないかどうかもわかんない人にもやるってこと。いや、やればいいじゃない。やりたけやね、うん。やっていいと思う。でもそれで向こうが、あ、そうだった。でされたら俺は死ぬんだ。だれ弱いね。弱い、すごく強い。もう本当に。わかる。もうシャボン玉。シャボン玉。でもわかりやすく自分がムラムラしてるときは相手もムラムラしてるって。そうかな。うん、してるよ。でその映画性の劇役だったのこの間知ってます？性の劇役。うん、めちゃくちゃムラムラするやつじゃん。うん、そう。だからムラムラしてたのこっちは。え、もう多分我慢汁出てる感じ。でももう。いやいや、そこでさ傷つくよ。ごめんなさい、ごめんなさい。汚いって言っちゃった、ごめんなさい。本当に。え、だからでもそれでムラムラしたけど、うん、なんかすごいセックスだねって言って。え、やらなかったのそれで？そう、それちょっと信じられない。でもさ、え、ブラスはその相手のこと好きだったの？それが。うん、本命が他にいる状況、うん、で、ムラムラだけしている、うん、で、好きかどうかも分かんない、うんうんうん、やってもいいかもしれないぐらいの気持ちだった。だったらなおさらいけない。そういう相手の方が気持ちいいんだから。そうなの。そうだよ、そうだよ。だって本命だったらやっぱりちょっと綺麗ぶりたいっていうかさ、うん、自分の汚い部分ってちょっと本当に好きな人にはちょっと見せにくいじゃない、うんうん、でもどうでもいいとか、まあ、好きかどうかも分かんないぐらいの曖昧な人だったらね、うん、もうグリ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 顔にもうね、うん、押し付けちゃうよ。私乗っかっちゃうもん。そうだよ、うん、性癖出しまくり。汚ねえなお前も言ってんじゃねえかよ。いや、え、もったいなかったねそれは、うん、いや本命なのかなって思ったの、その方が。本命の方だったら怖いのは分かる、断られた時のショック、うんうん、本命じゃなくてももう、どうでもよかったら別に全然いけちゃう、うん、難しいね。あれちゃんはどうやってセックスを始めるの？うん、うちまさか聞かれるの？聞かれるでしょ、じゃあいらねえじゃんここに。いらねえじゃんってなんやね。意外とセックスしたいって言ってるし、うん、まさにそうなの。なんか何ヶ月か付き合うともう言う、え、やろうみたいな、うもうはっきり言う、え、やろうよ。え、もしそれで相手がさ、嫌だって言ったら、え、もうずっとあの冗談でやる、もう全然めげないから。あ、見習わなきゃなのよ、私たち。マジでもさ、この養子に生まれたらそれは見習わ。ちょっと待って、私もやるから。え、私もやるからさ。同じ感じだからマジで。何言ってるか、例えば冗談っぽく、うん、やりたいって言う。めげずに。そう、めげずに。お前やってくれないと誰がやってくれんだよ。わかる。うん、ああでも可愛い。でもすごいなって思うのがね、うん、もうキスマークみたいなのつけてるんだよね今日。本当だ。これアトピー。アトピー。アトピー。そうそうだ。じゃあ養子とかは関係ないってこと？関係ないわよ。まあすごい失礼だけどね。本当だよね。いやいやいや。まあでもなんかこの系統で好きな人にはすごいモテるタイプっていうのはわかる。モテ顔なの。うん、そう。それはわかる。うん、自分はモテない顔なの。女の人の方が来る。ああ、男にモテない。ああ、なるほどね。そう。でもそれは選んでるからでしょ。うん、選んでる。自分も選んでるからね。結局、うん、だからそれはモテないのとは違うよね。うん、私たち選ばないもんね、あんまり。何で一緒に選ばない。オールマイ。本当に。別に狭いわけじゃない。嘘つけ。いや、狭くない。だって結構いいんじゃん、なんか。今一番ね、タイプな顔はね、うん、町田啓太。え、どれ？町田啓太が。ああ、あれじゃん。あ、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 あれだよ。ジェリマホよ、ジェリマホ。そう、ジェリマホ、ジェリマホ。めっちゃイケメンじゃん、うん、イケメンだよ。アホか。やれるやれないの基準はもっと低い。まあまあまあそうね。デブ、ハゲ、ブス、臭い。これ全部私のことではないよ。
一応確認なんだけど。ではないんだけどね。じゃなければ、あとほくろ、もう信じられないサイズのほくろがついてる。あ、一緒なんだけど。わかる。わかるよね。めっちゃわかる。そのでなんで取らないのっていうぐらいイボみたいなね。うん、信じられないのは嫌だった。ピロピロってやっちゃうもん。やだやだやだ。うんうん、やりそう。そうなの、ね。ありがとうございました。私のセックスの悩みに相談していただいて。うん。じゃあちょっと実践してみたら、アリスちゃんで。うんうんうん。うんうんね、ポップコーンのくだり。これネットフリックス。ネットフリックス訳するじゃん。じゃあ。うん、ドゥーン。あ、すごい足が。え、ドゥーンって言うのは。あ、ネットフリックスの。昨日のね。ドゥーン。あ、そうだ。お酒が欲しいんで、なんかちょっと取ってくれば。うん。お酒取ってくるわ。これハイボール。あ、あ、ありがとう。え、欲しい？うん、あ、じゃあ僕ビールにしよっかな。ありがとう、ありがとう。今日なんか様子が違うね。そうかな、別に普通やで。なんかあれ関西弁全然普通やで。あ、なんか映っちゃう、なんか関西弁ってやっぱほら一緒にいたら映っちゃう。あー、そういうことなんや。じゃあうん、ネットフリックスよっか。ポップコーン食べる？あ、うん、大丈夫。俺食べよう。あ、やっぱり欲しい、うん、じゃあ、はい。うまいね、うまいじゃん、うまいじゃん。え、じゃあちょっと目つぶってやろう。思いのほか口の位置が高くて届かなかったの。その、いや、まさかそっちで行くとは思わなかった。そうだよね。あの、こっちか、こっちか、うん、こっちで行くんか、うん、え、ちょっとやり直す。やり直す、やり直す、やり直す。ドゥーン。え、何見た？何見た？そう、何せよ。何見た？あ、何よ。セックス・アンド・ザ・シティかな。セックス・アンド・ザ・シティ、え、ね、映画版？ドラマ版？映画いい。ツーってさ、ね、チンコ出てくるよな。え、途中でさ、男のチンコ出てくるやん。いや、まだ見たことないの。あ、そうなん、うん、チンコ出てくるやん。え、吹き替え字幕？え、吹き替え字幕？吹き替え、吹き替え、うん、ギャリー、あなたのことよ。じゃあ、再生するね。うん、結構美人やな、この人。全然タイプじゃない。ほんま、タイプって。シャーロットの方がいいか。シャーロットどうの？そういうシャーロット系がタイプ、まあ、この中だったらね、この女優さんの中やったら、え、可愛くない普通に。あ、普通にね。え、どれがいい？え、俺女タイプちゃうからさ。あ、そうだよね。え、俺はなんかあの男がいい。どれ？あれ、はい、あいつ、ああいうのタイプなんだ、うん、あ、でもなんか実際は日本人が好きやけどな。日本人はいいの？はいよ、やべえよ。行くから待ってよ、待って、え、もうそんなにすぐ？遅んだよ、そんなすぐ？え、じゃあ、え、日本人がいいんだ、うん、あ、知りたくなってきたわ。大丈夫？うん、うん、え、何やってんの、何やってんの。いや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 、行きまい死んじゃったら、死んじゃったらダメだろ、嘘、無理じゃん、あ、ダメ。でも今のって慣れたでしょ、これで。いや、もう断られるとしか思えない。ダメ可愛かったよな。怖かったよ、甘えてんの。え、難しいね、やっぱなんか俺できそうにないわ。一回だけさ、うん、ちょっと私たちだったらどんな感じでするの？見せてほしい、見せてほしい、見せてほしい。ドゥーン、ドゥーン、ドゥーン。ね、この間セックス・アンド・シティ見たじゃん、うん、何見る？次はどうしようかな。ターミネーター見ようよ、古いけどね。ターミネーター、あ、いいよ。
わかるな、セックスしよっか。早くなこれ、ああ勉強になります。ちょっと頑張り、ね、頑張りましょう。頑張ろう、頑張ろう。頑張ります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あと、アバウトガールズさんのなんかこうページチャンネルページのリンクとか概要欄に貼ってるんで、それぜひチェックしてみてください。8にも動画ピロシキズで出てやってるんで、はいはい、チャンネル登録といいねを忘れずに。以上、現場からお送りいたしました。ありがとうございました。